先日、自民総裁選が行われまして、石破氏と、最終的にはね、石破氏と高市氏が対決をしまして、それで結果、石破さんが215で、高市さんが194で、石破氏がね、逆転でね、新しい総裁に選出されたことに関して、いろいろ言っていこうかなと思いますけど、正直、やられたという感想ですよね。もちろん中華系の自給テロリストのさまざまな工作というのが、出てしまった。結果として出てしまったということでね、我々というのは非常に反省しているということですよ。この結果から言えることというのは、もう何もいいことというのが起きないわけでね、もうただただしてやられたということですよ。それで時空政府からの連絡があったわけですけど、かなり悪質ですよ、今回というのは。財務省に中華系自給テロリストというのは結構潜伏しているわけですけど、今回、自民党員に対しても憑依を繰り返したということも、連絡が入っているということでね、完全に不正があっているということではありますね。で、肝心の麻生さんのその動きというのも、我々というのも監視していたんだけれども、その麻生派の議員に対してもかなり憑依を繰り返している。いたということでね、そこからも票が漏れたということで、結果的に完全にやられてしまったということで、我々もかなり反省をしているということになりますね。時空政府も結構びっくりしていてね、まさかということでね、かなり時空政府並びに我々未来人調査員もかなり反省をしているということになります。しかしね、我々というのはね、もう実は分かっていたことでもあるわけですよ。未来では、2062年では、結構もう未来からの技術というのも結構入ってきているわけでね、いろんな世界線、パラレルワールドを確認できるシステムというのもありましてね、詳しくはエーテルスプリットエンジンといいましてね、いろんな世界線というのを確認することができるシステムというのがあるわけですよ。それで事前に知っていたということもあってね、先輩方も知っていた通り、女性の総理というのは誕生しないということを、私は過去に言っているわけでね、それからもそういったことからね、今回の結果というのはもちろん確認していたということでね、先輩方というのはね、落ち込んだかもしれないけど、我々もね、いろんな世界線というのをね、知っている、例えばなんだけども、高市氏が勝った世界線というのを確認していたわけでね、今回その例が来るかなと思っていたんだけれども、ちょっとズレが発生してしまったというのは、事実であってね、そこからまた軌道修正を行って元の世界線に戻すという、秘密ミッションをね、任務として我々というのは、実行に移さないといけないということになります。そしてね、これからどうなるかというのはね、先輩方というのはね、一番、気になるところではなかろうかと思うわけですけど、このままいけばかなりひどい状況になるわけですよ。これはもう我々もさっき言った世界線というのをもう先にね、確認しているわけでね、エーテルスプリットエンジンで確認しているわけですけど、このままいけばかなりやばいということになります。例えば経済成長はもちろんないわけですよ。もちろんないです。安倍さんが作ったアベノミクスの経済、上昇している、経済状況というのは終わるわけですよ。もうどんどん景気後退していくわけですから、もうそれは最悪な状況になりかねないということで、覚悟しておかなければいけないということになります。悪魔の民主党政権の時と同じ道と言えばわかるかなと。だって、わかりやすく言うとですね、財務省に、中華系自給テロリストというのは多く潜伏しているということを、言ったじゃないですか。前にね、今日も言ったかもしれないけど、かなり潜伏しているわけですけど、もう完全にこの石破氏というのは、操り人形状態なんですよ。もう完全に憑依されている状態なんですよ。ならばどうなるのかなんだけども、財務省というのは税金をもう奪い取りたいわけですよ。国民から根こそぎ奪い取りたいわけですよ。中華系自給テロリストは日本人を困らせようとするわけですよ。そして未来の自分たちというのを有利に進めたいわけですよ。現在中華系自給テロリストが一番悩みの種としているのは、現在の中国の経済状況の破綻もう破綻寸前、もう哀れな状況というのをなんとか取り戻したいということでね、日本からまず攻めようということで、日本人を困らせようということを目的としているわけですよ。それの第一段階として、ロボット的なこの石橋というのを洗脳して、操り人形状態にして、で憑依して、で国民を困らせようという魂胆ですよ。事実、このままいけばの世界線を確認したところ、消費税というのは一気に上がるということになります。さっきも言った悪魔の民主党政権の時も、中華系自己テロリストの影響で、あの時はね、8% に上げて、で、10% に上げたわけですからね、思い出してくださいね。その時と同じような軌道をたどるということになります。悪魔の民主党政権の、道と、ほぼ同じ道というのをたどるような感じですね。ならば立憲民主党はどうなのみたいな感じ。立憲民主党が救ってくれるんじゃないのみたいな感じで思ってるのかもしれないけど、先輩方残念でした。立憲民主党の野田さんも、残念ながら財務省に潜伏している中華系人テロリストに残念ながら洗脳されているということも完全洗脳を完了しているということになります。だから同じ道なんですよ。もうほぼ同じ道。どっちを選んでも同じ道になるわけで。例えばね、石破さんが、消費税を上げる、税金を上げますみたいな感じで、普通野党が猛反対とかするじゃないですか。それがないということですよ。いいですよ、みたいな感じになるわけですよ。わかります？普通ね、消費税を上げます。税金を上げます。みたいな感じで、宣言したら、野党が猛反対で必死に止めようとするじゃないですか。ね。それがないということですよ。なんでかって言ったら、さっきも言った通り、自空テロリストにもう完全に洗脳されている、もう憑依されているということになりますね。その裏の目的というのは、もうさっきも言った通り、自空テロリストが現在の中国というのをなんとか救いたい。経済破綻寸前の中国というのをなんとか救いたい。未来の中国というのを明るくしたい。ならば、まず日本をやっつけようということで、日本人を困らせようということで、本来であれば未来、明るい未来を待ち受けているのは日本であってね、最強の日本というのが待ち受けているわけですけど、それを逆転させて、最強の中国を作り出そう、最弱の日本を、経済破綻寸前の日本を作ってやるというのが、中華系自国テロリストの魂胆であって、それが根本的な原因ですよね。その駒として今回最悪な状況になったのが、石破総裁の誕生ということになります。もちろん経済が最悪になるのはもちろんのこと、日本領土の危機というのも待ち受けているわけですよ。日本の資源もかなり危ないということですよ。なんでかって言ったら、日本のトップ石破氏が操り人形化されているからですよ、中国のですね。だからこれからはもう最悪な道というのを先輩方というのはね、覚悟しておかなければいけないということになります。我々も必死でね、軌道修正を行おうと、画策しているわけですよ。隠密活動を行おうと、画策しているわけですよ。これからが正念場ですよ。最強の日本を取り戻すためにかなり本気になってやらなければ、我々のね、存在自体も危うくなるということなんですよ。だからね、かなり現在の自空政府並びにね、未来人調査員というのもね、もう今回ばかりはね、必死ですよ。かなり必死ですよ。だから日本担当している、我々というのは今現在ね、日本を担当しているんだけれども、例えばアメリカを担当している未来人調査員チームというのも、かなり本気になっているということ。もう各国いるんですよ。日本だけに、我々、というのは担当地区としてね、配属されているわけですけど、例えばアメリカにもいるし、イタリアにもいるし、ヨーロッパ各国にも未来人調査員チームというのがあってね、それぞれの役割分担というのは、分かりやすく言えば自空テロリストから、本来の、世界線を紛られないようにしなければいけないという、任務ではありますけど、我々日本を担当している未来人調査員チームというのはね、結構本気でやっているわけですけどね、かなりもう曲げられっぱなし、最近はね。だから反省もしているわけですよ。でもね、必死に戻そうともしていますからね、期待されてもいいんじゃないかなと思いますよ。もう最終的にはね、強引に曲げ返そうと思っておりますからね。しかしね、今回今日かな、株価を見てみたんですよ。なんかちょっとね、話題になっていたから株価を見たんだけども、あんなに結構下がるわけですよ。あんなに下がったことってなかったんじゃないかなと思いますよ。だからね、今回石破総裁に決まった時に、まあ、株価というのが、まあ、2000円近く下がったのかな。こんなことなかったわけですよ。今まで歴代の、まあ、総裁がですね、就任している時というのは、ご祝儀で上がっていたわけですよ。どんな人であってもね、上がっていたんだけれども、今回は民意の表れ、株価というのは人の心境が現れるわけですから、やっぱり民意というのは、まあ、先の未来の経済状況なんか、まあ、なんていうのかな、日本の未来のあり方というのに、民意は本当期待してないんじゃないかなと思いますよ。こんな下がることってないわけでね。まあしかしメディア、各報道メディアというのは偏向報道が最近またヒートアップしてきましたよね。例えばなんだけども、今現在負けた側の高市叩きというのがかなりエスカレートしている状況なんですよ。これはもうさっきも言いましたけど、指示を出しているのは財務省ですよ。もうだって各報道メディアというのは財務省の手先と考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。理由はまあ前回も言いましたけど、各助成金だとか、まあ、削減するような、まあ、経費削減対策なんかを、まあ、打ち切られる可能性が高いからね、言いなり状態なんですよ。もうなんていうのかな、分かりやすく言うと石破上げ、他の敵が叩くような感じの指示というのが、まあ、一斉にまた出たんじゃないかなと思います。まあ、だから最近また高市叩きがかなりヒートアップしているかなというのが、まあ、自分の感想ですね。うん、明らかですよ。これはもう先輩方も実際に見たらわかるんじゃないかなと思います。一気に増えましたよね。最近また指示が出たかなということが、まあ、こうやって俯瞰してみたら推測できるわけですよ。まあだから昔からやり口はもう本当汚いわけでね、まあ、もう明らかな、もう誰でもわかる偏向報道を、まあなんていうのかな、情弱向けに対してまあやっているわけでね。まあ先輩方の力でその情弱たちの数というのをね、できる限り少なくしてほしいなと私は考えております。もうほとんど情報通、SNS だとか、まあ、ネットでまあ読みかけ合うような状況というのをね、作ってほしいなと私は願っておりますよ。いち早くね。現代というのはまだまだそこがね、なんていうのかな、全然成り立ってないと言っても過言じゃないくらい、疎い状況って言えばいいのかな。だから各メディア、まあ、雑誌の会社、新聞の会社、まあ全般のメディアに一気に通達がいって叩くように指示している。でゲル上げ、石破上げの記事がかなり増えてきているということでね、株価だとか見て焦ったんじゃないかなと思いますよ。その支持率というのがもうこれからどんどん下がっていくわけでね、まあ、そういったことも危惧して、まあ、そういった報道のあり方、まあなんていうの、変更報道というのを一気に加速させようということをやっているのかなと推測できますよね。だから衆院選もできる限り早く、その自民党の支持率が下がりきる前にできるだけ早く行おうということで、まあ、表明したんでしょう。来月10月の27かな、そのくらいにしたんでしょう。まあ、できる限りもうボロが出る前に。もう支持率がどんどん下がる前にやってしまおうということでね、まあ、発表されたと思いますけど、なんとかね、ここで先輩方は踏ん張ってもらいたいな、もう少しでもね、できる限り少しでも踏ん張ってもらいたいなと思いますよ。なんとか最悪なこのままいけば最悪な経済状況ですよ。日本の未来もかなり暗くなりますから、そこをなんとかね食い止めたいなと。我々も考えておりますからね、まあ、完全にね食い止めることはできないとしても、なんとかねできる限りの抵抗でね悪の組織というのを壊滅していこうかなということですよ。だから先輩方もできる限りのことというのはね、なんとかねやってほしいなと私は願っております。それでまあ人事もまあいろいろとまあ話題になっていましたけど、まあほとんど一応ね目通しましたよ。高市さんはなんか断ってね、またそれで面白おかしく叩かれてね報道されていましたけど、まあ変更報道をね、まあ、されていましたけど、で新しい人事、例えばざっと見ましたけど、かなりなんていうのかな、憑依されている神宮テロリストから表示されているものばかりが、選ばれていましたね。ということはもう最悪ですよ。もう終わったような、なんていうの、現在の状況だということを、現政府自体が、なんていうのかな、中華系神宮テロリストに乗っ取られているような状況ですよ。例えばなんですけど、文科省の安倍氏というのは、完全にやられている中華系神宮テロリストの操り人形の方だとか、厚労省も、福岡市という方はもうこれもやられていますよね。神宮テロリストに表示されている。農水省の小里氏も完全にやられている。経産省の武藤氏も完全にやられている。もうほとんどですよね。環境省の浅尾氏もやられているということ。なんとかやられていないかな、浅尾氏は。やられていなかったかな。やられかけているような状況ですよね。あとは復興省の伊藤氏もやられているし、国家公安の酒井氏もやられている。あとはね、残念ながらね、三原氏って有名じゃないですか。この方ももう洗脳されているような状況ですよね。洗脳解かないといけないんだけども、もう今現在の、子ども政策担当総だったっけ、そこに入閣しているわけですけど、この方も神宮テロリストに憑依されているということになりますね。あとは経済再生の赤澤氏もやられているし、経済安保層の上内かな、この方もやられているということでね、もうほとんど神宮テロリストに乗っ取られているような状況が現在の、政府に、忍び込んでしまっているということでね、もう操り人形状態ですよ、日本というのはね。もう最悪な路線を行っているということで、最強の日本というのは少しばかり遠のいたということは、先輩方というのはね、覚悟しておかなければいけないということ。なぜならば、首相自体が、石橋、もう完全にもうやられている。だから、確実に言えることというのは、支持率というのはもうだだ下がりですよ。もうこれから。国民が一人一人気づいていくわけですよ。なんかおかしいぞ、こいつら、みたいな感じで。気づいていく前に、なんとか衆院選を終わらせて、なんていうのかな、支持率がもう徹底的に下がる前に日本人を懲らしめようということを、決行するわけですよ。まずは税金、あとは他国からどんどん、移民を増やすだとか、領土を受け渡す、攻撃をさせて、もう無抵抗で譲歩するような感じですよ。この先というのは最悪な状況ですよ。それを乗り越えなければいけないという、かなり、なんていうのかな、もう、悔しい状況というのが待ち受けているわけですけど、それをね、なんていうのかな、バレる前にやってしまおうというのが今回の魂胆なもんですから、はっきり言って、できれば短命に終わらせたいというのが我々の、目標ですよ。できる限り短命に終わらせて、致命傷を残したくないというのが我々の、願いですよ。それを、実行に移すために、いろんな作戦というのを用意して、あとは実行に移すだけになりますから、慎重に秘密ミッションを、実行に移す必要があるということになりますね。先輩方、このままいけばね、もう一回言いますけど、かなりやばい状況に陥ってしまうということで、先輩方もできる限り、いち早く気づいて、そしてできる限り大きな抵抗というのを行ってほしいなと。もちろん偏向報道、各報道メディアの偏向報道による障壁を乗り越えなければいけないという、難題が、待ち受けておりますけど、そこはなんとかね、今現在のネット環境というのを有効活用して乗り越えてほしいなと思っております。今日はちょっとこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。